風は現在スリット付近少し追い風気味のコンディションとなっています。インコースは1号艇の鈴木成美です。今日は2走1着2着でポイントは6点を超える計算。ここは高額生かしたいところです。2コース2号艇の浜田ありさ、現在得点率 7.80、 今日は8レースとの2走。3コースには3号艇の土屋千秋が向かっていきます。土屋現在得点率は 6.60、 後方下げて3艇、4コース角には4号艇の大山千尋。大山は現在得点は 8.80 と準優勝戦向けては無事故完走条件で当確。そして5コースは5号艇の大石真央、6号艇の土屋美咲がオーストロックコースです。3対3と分かれました第3レース予選、並び合う内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。うちの5人が揃ったスタートになりました。インコース1号艇鈴木、2コースは2号艇浜田、1周1マーカーセンター、3コースから3号艇土屋握っていくんですが、ここは陰線1号艇鈴木、内側から2号艇の浜田でバックスエッジへ入っていきました。さらにはその後ろ4号艇の大山、現在3番手の位置で1周2マークへ向かっていきます。2マークへ向かっては1号艇鈴木、現在は1停身から2停身のリード。2番手内から上がってきたのは4号艇の大山、外を握る2号艇の浜田は内を指していきます。直線コースへ入ってレースはこれから2周目、先頭抜け出した1号艇鈴木成美、リーダー5停身ほど、2番手争いが接近戦。真ん中2号艇の浜田、内は3号艇の土屋千秋、外は4号艇の大山で2周目男子3マークを迎えます。焦点は2着争い、2号艇の浜田が現在は2番手優勢に運んで、その後ろ3番手ですが4号艇の大山が浮上してきました。3号艇の土屋千秋は後方に下がりまして、体勢は1番2番4番、レースは2周2マークに移っていきます。リードは少し広がりました。1号艇鈴木成美が先頭で2マークを旋回、2番手は2号艇の浜田ありさ、そして4号艇の大山千尋が3番手です。上位3艇は1番2番4番、大時計前を通過して最終周回へと移っていきました。その後方は定間開いて、後ろは3番の土屋千秋、6番の土屋美咲、最後方は5番の大石となっています。前3艇が抜け出す形になりました。先頭から1番、2番、4番で残り半周を切っていきます。トップは1号艇鈴木成美、ここは高額生かしての勝利、シリーズ2勝目が目前となります。2番手は2号艇の浜田ありさ、3番手4号艇の大山千尋、前の体勢は1番、2番、4番で最後の直線コースから第3レースまもなくゴールインです。先頭1番鈴木ゴールイン、2着2番の浜田、3着4番大山ゴールイン。